いや、もう現在ね、もう午後の6時ですよ。いや、ちょっと今日帰りが遅くなってしまって、パキラにね、まだ葉水をあげられていないんですよね。これまだね、植えて以来、ちゃんとお水をあげていないんですけど、そろそろあげた方がいいのかなまだね、土は湿っているんですけど、明日まあ、ちょっとあげるか今日え。今日はね、8月の13日ということで、次あげるのが、えー、みんな1週間後かな ?1 週間後ぐらいにしておきましょう。で、えー、パキラはですね、この下から、 水がちゃんと垂れてくるぐらいたっぷり揚げるのがいいらしいです。この、ね、下から水が落ちてくるぐらいね。しっかり上げていきたいんですけど、まだ落ちないね。もうちょっとかな。かあんまりね、上げすぎると、寝腐れしちゃうみたいなんですね。まあ、それがちょっと怖いんですけど、こうやって下からね、出るぐらいで、まあ、だいたい14日とかに1回って言われてるんですけど、この夏,夏場の時期はね、もうちょっと上げていいらしいので、まあ、そろそろね、出てくるんじゃないかな。あ、出てきましたね。よし、これで OK。で、 下に出てきたこのお水はちゃんとね、切ってあげるのが大事だそうです。で、ちょっとこの前の、ね、動画で紹介したこのアロマキャンドルなんですけど、僕ね、こっちの炭酸のより、京都夢のね、これブロムスさんの方が好きですね、香りが。ちょっとこっちね、 やっぱり限られない香りというか、なんかね、たまにすごい、あ、いいなって思う、すごいジャストヒットする日があるんですけど、基本的にこっちの方がね、なんか雑貨屋さんとかで、うん、なんか基本的には雑貨屋さんっていう感じの香りなので、ちょっと限られていて落ち着く香りがしますね。で、一個ね、アロマキャンドルの弱点見つけたんですよ。僕なんかこの前優雅に、ここで飲み物でも飲みながらね、ちょっと作業しようと思っていたら、あの、アロマキャンドルの香りの、なんかコーヒーみたいになっちゃって、ちょっとね、食事になんあんまり合わないっていうことが ししてしまったんですね、まあ、なのでこれをね使う時は食事というよりもやっぱり、まあ、夜の作業とか読書とかの方が良さそうですね。今日もご視聴ありがとうございます千田です。 え今日の動画なんですけど、僕はですね、もう本当に買ってよかったと言いますか、もう僕の持ち物の中でも、もうエース級にね、活躍してくれている商品の、えー、まあ、長期レビューと言いますか、改めてね、語らせていただこうと思います。それがもう、えー、出しますけど、こちらなんですね。こちら、マザーハウスさんから出ているアンティークスクエアバックパックのラージサイズの方でございます。これ、まあ、僕のチャンネルを見てくださっている方だったら、もう大体の方が知ってるんじゃないかなっていうぐらいね、本当に名作のバックパックなんですけども、まあ、僕は このバックパックを使い始めてからもう半年ぐらい経つのかなまあそれぐらい使ってみてまあねいろいろこう見えてきたものというか本当にねこれいい商品だなっていうのが分かってきたのでまあ改めてねそちらの方を語らせていただこうと思いますこれ本当にいいので、まあ、是非ともね購入迷っている方いらっしゃいましたらまあ参考になれば嬉しいなと思います <music>

スクエアデザインが本当にかっこよくてですねしかもこのレザーがね本当に美しくてもう触り心地もすごくいいしもうちょっとねこれまだ半年ぐらいでそんなにエイジングがねまだ出てない方だと思うんですけどもう買った最初の方からねもう使い込まれたかのようなこのちょっと濃淡があると言いますか美しい、えー、顔の質感となっておりますこれとね えこの四角いスクエアデザインが相まってこのかっこよさ美しさそれをね実現しているんだと思いますでそしてですねこの商品本当にかっこよくてえ革の質感も良くてすごくね美しいのであの活躍の場が本当に広いんですね例えばこれもちろんビジネスシーンでも使えますしもちろんねこう旅行だったりとかちょっとオフの日なんかもね使えるようなデザインとなっております、まあ、カラーバリエーションもたくさんありますし僕はねこのブラウンの方を選んだんですけどブナニーブラックとか選んでみるともうちょっとビジネス寄りになったりすると思います やっぱり僕のおすすめはね、このブラウンですね、やっぱりすごくね、綺麗な質感ですし、ブラウンっていうこともあると、ちょっと無地のね、こういった黒の T シャツなんかと合わせたとしても、ちょっとね、シンプルなコーデになりにくいというか、これをね、ちょっと、 背負っているだけで、まあ、そ,こそここそういったねシンプルな服装に合ってくれるとなん,かなんかこうビジネスカジュアルというかちょっとそういうコーデなんじゃないのみたいなちょっと伝わるかわかんないんですけど僕の場合はね割とこれに助けられてることあります僕あの結構無地の T シャツとかもう、まあ、本当に白 T とか大好きなんで逆にあんまり柄物は嫌いんですけどそうなってくると、まあ、確かにね硬い印象にはなってしまうんですけどあのちゃんとしたなんかコーデというかちゃんとした服装になるんですよねこれ。まあだとね1個押す 爪がんのが、あの腕時計とかしてあげるといいと思います。腕時計をして、このバックパックを、あの、一緒にね、背負ってあげると、あのカジュアル。 というよりはビジネスカジュアルというか、ちょっと硬い感じの、まあ普通に服装となってね、こうコーデが決まってくれるので、僕はお勧めしていますね。ただ、まあよく言われるモード系のファッションだったりとか、あとあれですね、スケーターファッションとか、ちょっとストリートファッションにはちょっと浮いちゃう気がするんですよね。まあそれぐらいあの上品です。まあなので活躍の場が広いということはね、たくさん使うことになりますし、使う回数が多いということは、あの皮がね、育ちやすいんですよね。まあ半年使ってまあこれぐらいなんで、まだまだね、こう綺麗な状態というか、そんなに変形もしていない んですけどまあ、使う機会が多ければあのエイジングも進んであの川のね成長も成長というか育ちも楽しめますしエイジングが進んでくるとそれがね楽しくてまたこれを使いたくなるしてこういいサイクルがねずっと続いていてあのこれをね使うことがちょっと楽しくなるというかあの早く使いたいなと思うようになるんですね。まあ、なので積極的にちょっと外出したいなというふうにも思いますし、まあ、こういったね道具言ったらこの道具仕事道具がそのなんかモチベーションというかの活動のね原動力になるんだったらと それが物を使うにあたって一番いいですよね本当にただの道具としてだけではなく、まあ、道具なんだけどこの道具を使うことがモチベーションになってくれると。いやこのねその所有感とかもねやっぱりガジェットとか、まあ、インテリアも、まあ、何でもそうなんですけども所有感って大事ですからね本当に。まあ、いかにねこの物を使っていて楽しいかとか使いたくなるかとかおしゃれになるかっていうのは本当に大事だと思います。例えば え僕が最初にえ MacBook を買ったのって何でだったかなって考えると最初に買ったのはもともとねえ自分のえ父がですね、えー、iMac を使っていて iMac の2008年のモデルが今まだ家にあるんですけどその前のね緑のこうクリアケースのような iMac もうちにありましたしそれはもうないんですけど。 まあそういった感じでね、もう父がずっとあの Mac を使っていた関係で僕はあのその Mac に憧れてあの買ったんですけども、その憧れたっていうのは何でかっていうと、Mac を使っていて Mac に慣れていたからじゃなくて、Mac がかっこいいと思ったんですよ、僕。で、よくね、その Mac 必要ないじゃんとか、これちょっと話それちゃったな。話それてしまったんだけど、よくね、Mac 必要ないじゃんとか、Apple 製品かっこつけてんじゃんとか、スタバ行くなよとか言われると思うんですけど、でもこれって、 別に物にとっては本当に僕いいことだと思うんですよ。だってその物がね、そのモチベーションになるんだったら一番いいじゃないですか。一番いい僕はお金の使い方だと思います。まあ確かにそれである必要がなかったりとか、まあその性能がこうオーバースペックだったりとか、逆にこうコスパが悪いだったりとか、まあいろんなね、もうこの Mac にも限らず、iPhone でも何でもいいんですけど、そういうのもあったとしても、まあ、やっぱりね、やっぱり所有感によって満たされるものもありますし、それがね、モチベーションにつながるということで、まあ一瞬をこうブランド品といいますか、 例えばだってこういった服なんかもね、最悪こう着ようと思ったら別にどんなブランドでもいいじゃないですか。別に GU、僕 GU が悪いなんて言ってないですけどで、GU でもいいし、ユニクロでもいいし、なんかプチプラのね、メーカーでもいいと思うんですけども、そんな中でもね、ルイ・ヴィトンを着たりだとか、グッチを着たりっていう方もいらっしゃるじゃないですか。 まあそういった感じでやっぱり、ね、所有感っていうのは大事ですよねっていう話を今日それもしたかったんですよ。この、えー、バッグを紹介すると一緒に。なんですね、このバッグ、まあ、一個そのデメリットというか、さすがにレーザーのね、こう、 バックなだけあって、えー、僕のこのラージサイズなものは約4万、4万9500円かな約5万円ぐらいしてしまうので、まあ、安いとは言えないんですね。本当に安くていいバックっていうのもいっぱいあって、まあ、それもね、僕今度ちょっと欲しいんですよね。無印良品のバックパック、あの、ちょっと大きめのやつあれ欲しいなと思っていて、なんでかっていうと、このね、アンティークスキャーバックパック、やっぱ、レザーのね、バックなので、ちょっと雨とかに当たんの、ちょっとね、 抵抗あっってそれがねシミになったら嫌だなとかやっぱりこう育てがいがあるとはいえ若干ねそういうとこ気を使ってしまうので、まあ、そういった時にもこうバンバン活躍してくれるようなえバックパックが欲しいなということで無印良品に行きたいな皆さん無印良品でちょっとおすすめのものとかありましたらぜひともえコメントで教えてください僕近々ねあのこのせっかく新しいカメラも買ったことですしあのこのカメラを持ってねちょっと街の風景を撮りに行ったりだとかちょっとねシネマティックな表現も、えー、最近僕 ちょっっとと力を入れたいなと思っていな思ててまして、まあ、そういったもののね、練習をしに、ちょっと僕、仙台市在住なんですけども、まあ、仙台駅前とか、ちょっとまあ観光スポットとか、景色がいいところとかね、そういうところに行って、まあ、ちょっとこのカメラをね、持ち出したい欲っていうのがあるんですよ、今。まあ、実を言うと、今日もね、8月13日ということで、もうお盆ですよね。まあ、なので、あの宮城県のですね、あの端っこの方と言いますか、宮城県に、 あの、大島っていう島があるんですね。まあ今日ね、そちらの方にも行ってきたんですけど、ちょっとあいにく雨でね、なかなか、えー、まあ写真とか動画を撮れなかったので、ちょっと残念だったんですけど、まあ、海ってあんまりカメラ良くないと言いますからね、まあ、まあ、結果オーライかなと。 持っておりますはい、ということで、ちょっとね、えー、話が逸れてしまったんですけども、今回僕がこの動画でお話ししたかったっていうのは、アンティークスケアバックパックがかなりいいという話と、もののね、この所有感っていうところを僕なりのこう論ではあるんですけども、ちょっとお話しさせていただきました。よくね、 あのマックとか使ってるとバカにされがちっていうかあのちょっとうわあいつ使ってるわっていう風に見られがちなんですけど僕はそれを全然悪いとは思っていないっていう話をちょっとね、えー、視聴者の皆様にもちょっと聞いていただきたくて、まあ、以前もね何かの動画でお話ししたかもしれないんですけど僕はこういう風な考えを持っています、まあ、なので僕がね物とかガジェットとかいろいろ選ぶ理由の中で一番大きいのは 下手したらね、所有感かもしれないです。本当に。あの、冗談、冗談抜きと言いますか、正直なところね。所有感で、その次にやって性能が来るかな、みたいなとこあると思います。例えば、まあ、わかりやすいところで言えば、iPhone 12じゃなくて、12 Pro を使うだったりとか、MacBook Air じゃなくて、Pro にしたいとかも、まあ、そこって、まあ、その、ある程度のね、このスペックの差があって、 あった場合は、また話は別なんですけども、今のね、え、MacBook M1 は、え、Pro もね、Air も結構近いですし、今回の iPhone 12なんかね、無印と、え、Pro シリーズは割と性能近かったりするんですよね。まあ、あの、カメラのレンズが、とか、ま、いろいろあるんですけど、まあ、そんな中でどっちを選ぶかっていうのは、本当にこれ僕だけじゃないと思うんですけど、その所有感で選ぶ方っていうのも多いんじゃないかなと思います。まあ、僕はね、え、現在 MacBook Air を使っていて、 えー、iPhone 12 mini を使っているんですけど、まあ、それはね、まあ、その所有感という面よりも小さい方を使いたかったっていうのと、まあ、こうやって MacBook Air の方が今回いいんじゃないかっていうね、そういった試したいレビューアー精神というか、まあ、そういったものでね、今回は僕は MacBook Air を使っているんですけどえ、次のね、MacBook Pro 14インチ、16インチが出たら僕買っちゃうかもしれないですね。いや、どうだろうな。なんかね、MacBook Air でもいいなっていうふうに思って。 いいいやー買いたたいけどね MacBook Air 見たくないですかなんか9月とかに MacBookPro とか出ちゃうっていう噂を最近聞くんですね。リーク情報なんですけどいや9月 iPhone もあるし MacBook もあるなんで、すごい大賛大賛在の季節になる可能性があるんですけどでも。 で、2022年に新型の MacBook Air が出るっぽいので、そっちもね、デザインが刷新されるそうなので、ちょっと見たくないですかだって、MacBook Pro の14インチって今13インチなんですけども、ちょっとね、少なからずベゼルが細くなるとはいえ、少なからずね、本体も大きくなると思います。まあ、MacBook Pro が15インチから16インチになった時も、ちょっとね、サイズは大きくなっているので、ちょっとね、この13インチを使う僕の理由としても、やっぱり小型であってほしいっていうのはあるので、 ちょっと MacBook Air がそのベゼルが細くなって今のね13インチの画面はそのままに あの筐体が小さくななるってうだってたらかなり魅力的ですよねマックブックプロはディスプレイが大きくなるけど本体もちょっと大きくなってマックブックエアはディスプレイはそのままなんだけどあの筐体だけキュッてちっちゃくなったらもうこれは僕がマックブックエア行きたいなーってまあちょっと今回あのここら辺にしておきましょうということでね、えー、今日も僕のお話にお付き合いいただきありがとうございましたこのチャンネルはですね基本的に毎日夜の10時に投稿しておりますそしてその内容としましてはまあガジェットだったりアップル製品だったりホームインテリアだったり だったりとかあとメンズファッションですねそういったものを中心に僕が取り扱っておりますまあ、そのね僕の中でのこう個人的なニュースも含めてあのよりねタイムリーなお話をできていると思いますのでぜひともねまあ、ラジオ感覚といいますか日課にしていただけると嬉しいなと思いますということで、ね、また明日の動画でお会いしましょうバイバイ